こんにちは、ホユープロフェッショナルの堂前です。本日はプロマスターを使ってハイライトとトレンドカラーを簡単に短時間で行う方法をご紹介します。ハイライトのスタイルを作る際に課題になるのは手間と時間がかかることではないでしょうか。新生部と既成部とハイライトに色を入れる際の薬剤選定や塗り分けが大変だということや、そもそもハイライトを何枚入れる必要があるのか、悩むことなく簡単にスピーディーに行い効率よく結果を出したい方には必見の内容となっております。プロマスターならワンカップで新生部、既成部、ハイライトにトレンドのベージュ系カラーを入れることができます。プロマスター全色と調和するナチュラルとトレンドカラーを簡単に表現できるエフェクトカラーをミックスすることで人気のベージュやグレージュカラーをワンカップで表現することができます。ハイライト後のベージュ系カラーをワンカップで叶えるレシピがこちら。ハイライトについてもご紹介します。今回は13枚のホイールで短時間で効率的に全体へハイライトを入れていきます。ホイールを入れる位置をこちらの図でご確認ください。簡単ハイライトの手順がこちらです。実際に施術しておりますのでこちらをご覧ください。
いかがでしょうか。今回はホイール13枚のハイライトにワンカップでオンカラーをする方法をご紹介しました。この方法なら時間がない時にもお客様へ提案しやすいのではないでしょうか。ぜひお試しください。